京都は、鴨川の河川敷で神道の儀式が採行されている。二人の巫女は、巫女神楽を舞うための装束をまとっており、参列者たちに、幹を振る舞っている。ここでの頭飾りは、全天眼と呼ばれるもの。羽織っている薄着のは地葉や。巫女の後ろにいるのは、彩服である白鳳をまとった神主であろう、男性神職。幾田神社の巫女たち。 左の二人の巫女装束は、巫女神楽を舞うための採用用で、桜の花かんざしと紅白の水引きが生える。右の一人がまとっているのは、何の飾りもつけない基本的な巫女装束。この画像の基本情報では、写真は、神前結婚式のもの。巫女は、主として、日本の神に仕える女性のこと。巫女、舞姫、お巫女と呼称される場合もある。古来より、 巫女は神楽を舞ったり、祈祷をしたり、占いをしたり、信託を得て、他の者に伝えたり、口寄せなどをする役割であったが、明治以降は、神社で神事の報酬をしたり、神職を補佐する役割へと変化していった。なお、現在、一部の仏教寺院で白衣にひばかまという、巫女小族そのもの、または類似の服装で奉飾する若い女性も見られるようになっている。巫女は、 柳田国尾や中山太郎の分類によると、大ね朝廷の府兄と民間の口寄せ系に分けられる。柳田によれば、府兄巫女は、関東では、巫女、京阪では、一子と言い,い、口寄せ系巫女は、京阪では、巫女、東京近辺では、一子あずさ巫女、東北では、板子と呼ばれる。これらの故障に関する点から、柳田は、 もともとこの二つの巫女は同一のものであったが、時代が下るにつれ神を携え神にせせられて、各地を彷徨う者と、宮に仕える者とに分かれたという説を出した。なお、日本に限らず他国の女性シャーマンも、巫女と訳されることが多いが、堀一郎によれば、日本の巫女は、海外のシャーマンのように、全員が、精神的疾患を持っていない、神にせせられて彷徨う者の,の、 いわゆる憑依の症状をしていない。そもそもシャーマンは、口寄せをしないという点から、歩き巫女を含めた巫女とシャーマンを区別しうるとする。巫女となる女性には、穢れを払う、神、基人に、マナを付与する、など様々な行為を行う職匠であることから、心身ともに健康なものが求められた。柳田国を、巫女公によれば、不敬巫女。 口寄せ系巫女を問わず多くの巫女が結婚した後も、腐食を継続したものの、ザマフのように7歳頃から勤め結婚後引退するものや、日立の鹿島神宮に勤めるもの意味、時女、伊勢神宮の採用のように、修正結婚せずに過ごした巫女も存在した。古神道での神を鎮める様々な行為の中で特に、祈祷師や神職などがより大となって、神を 自らの体に神を宿す、神おろしや、神がかりの儀式を、ふと言った。これを司る女性が、巫女の発生と考えられる。男性で、そのような祭祀に使えるものは、撃期と称される。古事記、日本書紀に記される。日本神話では、天岩戸の前で待ったとされる、雨の渦め命の古事にその原型が見られる。また、義士は人伝によると、卑弥呼は、 軌道で衆を惑わしていたという記述があり、この軌道や枠の正確な意味、内容は不明だが、古代に呪術的な儀式が女性の手で行われたことが伺える。平安時代には神技館に五符や雨の渦め命の子孫とされたサルメノ君の感触が置かれ、カグラを待っていたと推定されている。平安時代末期の藤原明の著である新サル学期には、 巫女に必要な四要素として、占い、親友、宿り期限、口寄せが挙げられており、彼が実際に目撃したという巫女の親友はまさしく、神と舞い遊ぶ仙人のようだったと記している。中世以後、各地の有力な神社では巫女による、神楽の奉納。さらに神楽も、旧来の神おろしに加えて、現世利益を祈願する者や、必ずしも巫女によらない、死士舞や、 極独楽などの曲芸に変貌したとされ、そのためか、現在でも祈祷、祈願自体をかぐら、あるいはかぐらをあげると称する例が見られる。歌舞伎のもとである、歌舞伎踊りを生み出したとされる出雲の奥には、出雲大社の巫女であったという説もあり、古代の呪術的な動作が、神事芸能として洗練され、一般芸能として民間に広く伝播していった、経過が伺われる。渡巫女渡巫女は、 祭りや、祭礼や、死などの立つ場所を求め、旅をしながら、見捨ぎや払いを行ったとされる遊女の側面を持つ、巫女である。その源流は、平安時代にあった、海来師といわれる、芸能集団で、猿学の源流一つとされる。旅回りや定住せず流浪して、町々で芸を披露しながら、金子を得ていたが、必ずしも流浪していたわけではないので後に、 自社のお抱えとなる集団もあり、男性は剣舞をし、女性はくぐつ回しという歌に合わせて動かす人形劇を行っていた。このくぐつを行う女をくぐつ目と呼び、時には客とネイヤを共にしたと言われる。また、あずさゆみという名言を行えるサイジングによって呪術や払いを行ったあずさみ子もいた。近世社会においては、豪村から 金世村落への変遷において神社の被護者であった在地土工の消失や社地の縮小による経済的衰退、官主による神事の掌握などを事情に巫女は減少した。また、金世社会においては名跡を継ぐことが許されるのは男性のみであったため巫女の多くは神子家を継承させるため夫を迎えていた。明治維新を迎え神社及び祭祀の制度が 復古的、抜本的に見直された。明治4年9月19日には、神儀省に三かなが置かれ、宮内省の元都寺が三かなの職務に当たった。1873年1月15日には、教部省によって、神霊の表依などによって、託戦を得る民間収属の巫女の行為が全面的に禁止された。これは、巫女禁断令と通称される。 このような禁止措置の背景として、復古的な浸透感による神社制度の組織化によるものである一方、文明開化による旧来の修俗文化を否定する動きも伺える。禁止措置によって神社に常駐せずに民間二等を行っていた巫女はほぼ廃業となったが、神社あるいは教派浸透に所属し姿、形を変えて活動を続ける者もいた。また、 神職の補助的な立場で巫女を雇用する神社が出始めた。あと、春日大社の富田照ミラが神道における巫女の重要性を唱えると同時に、八乙女と呼ばれる巫女たちの舞をより洗練させて芸術性を高め、巫女お及び巫女舞の復興に尽くした。また、宮内省の学士であった大野忠友は日本神話に基づく神社祭祀における神学部の重要性を主張して認められ、 浦安の舞を制作した。現代日本では、巫女は神社に勤務し、主に神職の補助、また神事において、神楽舞を奉仕する女性を指す。巫女に、資格は、必要ないが、神職の資格を持つ女性が、巫女として神社に勤務することもある。なお、巫女は、男女雇用機会均等法の適用外なので、女性を指定しての募集が認められている。 本職みこ資格が不要なため、心身ともに健康な女性ならば、みこになれる。本職みこの多くは、神職の娘、近親者など、その神社に縁がある人が奉仕することが多く、本職みこの求人は、あまり多いとは言えない。本職みこの求人は、新聞、求人広告、ハローワークなどに掲載されることがある。また、神職養成機関には、神職の他に少ないながら、 本職巫女の求人が寄せられることもある。女性が本職巫女として奉仕できる年数は短く、義務教育終了後から勤務し、20代後半で定年を迎える例が多い。短大、大学を卒業してからの奉仕であれば、数年間しか在職しないことになる。定年以降に神社に勤務する場合は、神社指定の制服や松葉色、紺色などの袴を履くなどして、 服装で区分され、また、職所の上でも真事に奉仕する女性職員を御子、それ以外の事務作業などを行うのが一般女性職員と区分されることが多い。なお、神楽を奉仕、指導する御子については、結婚後も技術継承などの問題から神社職員として勤務する例もある。除菌御子正月などの繁忙期には、神社の代償に関わらず臨時のアルバイトを、 採用している例が多い。一般的にアルバイトは神社では除菌、除菌と呼称される。神社独自で雇用を呼びかける、あるいは大学、高等学校などへの求人の呼びかけなどで採用される。また、新職養成機関に所属する女子学生が研修生、実習生として臨時に除菌巫女として奉仕する例もある。神社によっては、 千葉の着用の有無などで本職巫女と区別される場合もある。神事祭事の巫女神楽を舞う巫女、服部住吉神社の秋祭りの宮入りにあたって採用されたもの。大規模な神社においては、前述の神社に勤務する巫女が、祭祀の際に、浦安の舞や、伝統の巫女神楽を奉納するが、主に小規模な神社では、臨時に、年少者が、 巫女として奉仕する例も多く存在する。その多くは神社の氏子である少女によって奉仕されている。祭礼に合わせて行われる地後行列にも巫女装束の年少者が加わる例もある。神楽を奉納する場合は、化粧を施すことが多く、特別な場なので厚化粧となる場合もある。巫女の装束現在では、巫女装束は白い小袖に火ばかまを履くのが通常である。元来、 墓かは町ありであったが、明治になって教育者の下田歌子が女学生用の墓かとして暗鈍ばかを発明し、好評だったため後に、巫女の分野にも導入されることとなった。従って、現代は暗鈍型の火墓かが一般的であるが、伝統的な町ありの墓かを採用している神社もある。特に神楽を舞う場合は、足さばきの都合上、町ありでないと不都合が生じることがある。 また、神社によっては、若い女性向けの、脳袴を用いるところもある。神事の奉仕や神楽を舞う場合など、改まった場面では、千葉屋を上から羽織る場合もある。髪型については、長い黒髪を後ろで、男子や水引き、装飾用の竹長などを組み合わせて、束ねるのが基本だが、髪の長さを足すためにかもじをつける場合もある。巫女に関する研究は、民族学。 歴史学の両面からアプローチされ、民族学においては1910年代から30年代にかけて柳田国を中山太郎、折口忍村によって東北地方をフィールドに展開され、1990年代には神田ゆい子による研究が展開された。歴史学においては、1990年代に吉明子が古代社会における巫女を社会、経済的に位置づけ、 西田カホールは、近世社会における巫女の存在を、身分的終焉の観点から、その多様性を指摘している。本校で取り上げた、ヤマトの神道における巫女や琉球神道の、新人であるノロ以外にも、巫女女性のシャーマンとして抗議に解釈するのであれば、民間のユタや台湾における、オバ、韓国の不動のほか、シベリア、アメリカ原住民、アフリカなどに見られる。 シャーマンなども巫女の一種であり、日本語訳として巫女が当てられる。また、フィクションでは西洋宗教などにおける神職を指すこともある。中山太郎は、口を、古代ギリシアローマの伝説に現れる女預言者、シビュラなども巫女と訳される。神がかりとなり、神託を伝えるのは、シャーマンの特徴であり、古代ギリシアでは、デルポイの神託は尊重されていた。 神の言葉を介するもの、という意味からメディアとも称される。また、ウェスタの諸女と呼ばれる巫女が神殿で儀式を行っていた。民間伝承では救世主を待望する異教徒のシンボルであり、キリスト教美術の図像にはアトリビュートとして書物を持つ姿が多く見られる。他に、ペルシアの巫女は、頭にベール、リビアの巫女は、明かりの灯ったろうそくキンメィアの巫女は、 コルヌコピア、エリュトレイアの巫女は、受胎告知の預言者として、ユリ、サモスの巫女は、キリストの交端の預言者として、マグサオケカ、ユリカゴ、クマエの巫女も、キリストの交端の預言者として、カイガラ、ヘレスポントスの巫女は、キリストの卓系の預言者として、クギ、アグリッパの巫女は、朝黒い肌で、キリストの無知打ちの預言者として、シモト、エウロパの巫女は、 エジプトへの逃避の預言者として、英人虐殺の剣を持つ。フルギアの巫女は、キリストの復活の預言者として十字架を伴い、ティブルの巫女は片手を切り落とされている。巫女の単独像は少なく、多くは、群像として表現される。エゼケール書13章18節に、手の節に、呪縛の組紐をつけ、もろもろの頭に合う、呪い払いのかぶり物を作りかぶらせる。 巫女が罵倒されている。組紐と訳される、けさとうとが、縛るを表す、カシートの派生語であり、鳥を捕らえるごとく魂を取ると表現されているので、そのような儀礼を行うものであったらしい。ありがとうございます。